はい、どうも皆さんこんにちは、サイテマンです。ティアーズオブザキングダム、今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回のパートでですね、最後の、ダンジョンである雷の神殿を攻略することができました。で、これでですね、4つの異変すべてを完了したということになります。で、ゼルダ姫らしき姿が各地方にあったということで、関するで、ね、まずプルアで何かわかるかもしれないということで、プルアに報告に行こうというところですね。いやー、もうここまで、進めてきましたよ。もう最終段階に入っているのかなと思うとちょっと悲しくもなったりはするんですが、で、その前にですね、プルアに報告に行く前に一つやっておかなければならないことがあって、地上絵です。これですね、このゲルドの町の北にちょうど見えるやつですね、あれをちょっと解放しておこうかなと思います。地上絵を終えないとですね、下手したらプルアのところまで戻ったらエンディングまで直通みたいなこともありえるので、インパいるな。なのでちょっと地上絵を、まあ直通ってことはないか、さすがにプルアの報告が先だと思うんだけど、まあこっちにいるんで、地上絵を探索しておこうかなと思います。砂嵐も落ち着いたし、これから地上絵巡りを再開するつもりじゃと。ゲルド高地にある地上絵はもう見つけたかってことなんですけど、これはですね、今インパがゲルドの町に来てるからゲルドコーチのことを言ってるんではなくて、次行くべき地上絵がゲルドコーチなんですね。だから言ってます。ゾーラの里に仮にインパがいたとしても、ゲルドコーチのことを多分言ってると思うんですね。はい、ということでゲルドコーチのですね、地上絵、まずはプルアのところに戻る前に行こうかなと思います。いやー、解決しましたね。一時はどうなるかと思いましたが、ポテッタ体に全身エステとか、まあ遊んでる場合じゃないな。遊びはゲルドの街の探索っていうか、サブイベはね、またやりたいなと思っているんですが、これ男子禁制じゃなくなったのか、これ。なんか全然注意されませんね。治ったのに。いいんでしょうか。通っていいぞって言ってんな。はあ。いいですね。男子禁制じゃなくなったのに、入れなかったんですか、ボガードさん。うん。おお、リンク殿。リンク殿もこちらに来ておられましたか。我々は地上への調査のためゲルドの町までやってきたのですが、我らの町に防衛 は入れられぬ。防衛って言ってもおじいさんだけどな。まあ防衛イコール少年ではないから、まああれなんだけど、私は頑なに拒まれてしまい、今インパ様が町の中で情報収集を、仕方なく私はここで気球の番をしております。インパ様のおそばを離れることになると、お月の任を全うできず無念でなります。インパ様、早く戻りください。暑いのか。暑いんだろうな、その格好な。俺はもっと暑いぞ。これ気球使わしてくんないかな。あれですね、地上絵ね、あれです。あれのどこかわかんないけど、多分上の方じゃないかな。あのどこかそのイベント発生装置があるとすれば、これちょっと貸してくれ。起動します。あ、おやめくださいって言ってんな。行くか。わあ、砂ざらし乗りたいけどな。乗せてくんないだろうな、多分逃げてって。雷当てればいいんだけど、雷当てんのも忍びないし、もう乗せてくれないよな。ダメですね。ああ、これね、ルージュが、分身が出せるようになりましたということです。いやー、もう4つですね、クリアしたことでですね、もういよいよちょっとエンディングが近くなってきてんのかなと、悲しくも。なったりとかするんですが、いやー寂しいですね。今までっていうのも、まあ、今までそのブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編がまあ出るということで、まあゲーム実況を続けてきたところもあるんですよ。まあ、いつかブレワイの続編も出るでしょうということで、で、まあ、ゼルダを常に背景に置きながらやってきたみたいなところもあるので、それがなんかその目標が一つ、まあその目標である続編のティアーズ・オブ・ザ・キングダムが発売され、それを実況しプレイしていると、そのゲームがエンディング間近まで来ているっていう感じなんで、なんかゲーム実況のその数年後、砂漠の裂け目、ほう、こんなんあるんだね。砂漠の裂け目だって、これちょっと気になりますが、まあ祠の音もないですし、まあ、とりあえず無視していきますか。あー、ちょっと気になるな、これ
これちょっと気になるね。なんだここ、あ、宝箱、なんかお宝ですか。騎士の槍いらないけど、まあ一応もらっとくか。うん、まあそんな感じで、まあ、それをまあいつか出るだろうっていう続編をまあ意識しながらゲーム実況をまあドラクエであったり別のゲームをね実況したりとかしてきて、それが発売されクリア目前まで来ているっていうのはなかなか、なんか何をやっていけばいいんだろうなっていうのがまあ分からなくなるというか、まあゲーム実況自体をもう主に置いてるわけではないんだけど、まあ、一応ゲーム実況自体はやめずに続けていくので、またなんかあのリアルの方も落ち着いたら、収入とかね貯金とかまあいろいろ落ち着いたら、まあゲーム実況もまあ結構再開していこうか、余裕が出たら再開していこうかなと思っているので、なのでまあやめるわけではないんだけど、まあこのティアキンが終わるっていうのは一つのなんか節目だね。うん、なんかまあティアキンがあるからゲーム実況続けるみたいなあったけど、それがまあ終わるんだなっていう感じが、ちょっと4地方終わったことで、まあ終わるか分かんないけど、でまあまだまだ他にも遊べる場所たくさんありますけど、サブイベとかねありますけど、まあエンディング迎えるが近くなってきてるとね、なんかいろいろ思うことはありますね。あとそこでちょっと思うのが、あのいわゆるブレスオブザワイルドから見てくださってる方はいらっしゃると思うんですね。その僕の実況ね、ゼルダをブレワイとティアキン両方見てますっていう、でそのよくコメントくださる方とか常連の人とかはまあ名前を当然覚えているんでわかるんですけど、ロムってる方とかは名前がまあわからないじゃないですか。でもそのブレワイからずっと見てますっていう言ってくださる方もいらっしゃると思うんですよ。だからそういう方もね、なんかすごい嬉しいですね。6、7年前にまあ多分ブレワイで僕のこと知ってもらえて、でティアキンも見に来てくださってる方って、まあロムってる方でも、ロムってるとかコメントとかもしないけどいらっしゃると思うんですよ。なんかそういう方がいるんだなっていうのをちょっと思うと、まあ一人はいる、一人っていうかまあ何人かいると思うんですけど、いるんだなって思うと、すごくありがたいですね。当然コメントくれてる方とかは名前覚えてるんで、まあ見てますよっていうのはわかるんですが、思ってる方でもいるんだな、いるんだろうなって思いながら、地上絵ね、これ意外に結構遠いぞ。結構やってたりとかしますね。いや本当に、今日までありがとうございました。まあまだ全然パート取りますけどね、まあ少なくともあと30本は取るかなと、そのサブイベとか合わせてもね、最低でも30本は取れるかな。なんか結構取れるネタもあるので、材料としてねありますんでね、あと多分追加 DLC とかも来ると思うんで、まあ、それも実況できたらなと当然思っておりますし、まだまだ全然ブレワイっていうかゼルダはね遊べるので、でたまになんか久しぶりに別のゼルダ無双とかね、ああいう夢を見る島とかやりたくなってる、あとあれかトワイライトプリンセスかやりたくなってるゼルダも結構あったりとかするんで、でゼルダの続編っていうのも、ね、まだまだ今後出てくると思いますんでね、その辺も実況でやれるんだったらいいなと思ってますね。やるんだったらプレイするんだったらゼルダをプレイするんだったらゲーム実況でやりたいなと思ってるんで、まあ配信を続ける限りはやりたいな、配信ができる環境にある限りはねやりたいなと思っております。はい、じゃあとりあえず結構だいぶ遠いんで、まあまとまった話も終わったということで、とりあえずあの目玉のイベントのところですね、探していきたいなと思います。はい、発見しました、この場所ですね。じゃあイベントですね、見ていきたいと思います。前回は確かガノンドロフが襲来してきて、それを3人の力ですね、ゼルダ、ラウル、ソニアかの3人の力で追い払ったというところです。でその後どうなったのかってことですね。で、前回言っていたのはなんか確か記憶を失うんだけどなんか戻る方法があるみたいな、なんかそんな話してましたね。ということで続きちょっと気になるんでね、4枚目かな、見ていきたいと思います。こっちの方が正直気になってますね、異変の方のイベントよりも。
あれはなんか賢者を集めてっていうこの異変の後の話だから、正直なんでそんな行動してるのかわからないんですが、それの原因がこの地上絵のイベントにあるのかなというところで見ていきましょう。こっちのが気になりますね。お、度重なる将兵に治賛いたしましたること、我らゲルド一族心よりお詫び申し上げる次第にございます。お詫びってさっき消しかけてきたじゃん。願わくば我らを幕下の端にお加えくださいますようお願い申し上げます。首相なりガノンドロフ、そなたらがハイラル王国に帰順することを認めよう。ゲルド一族で100年に1人しか生まれぬと言われる男子、生まれながらの王と呼ばれるマスラ王、我がハイラルに迎え入れられるは誠に頼もしき主義である。まだ知らないんだね、ガノンのね、悪さをね。光栄にございます。ゾナウ族がその昔天から降臨された姿はまさに神のようであったとか。その末裔であらせられる陛下が今はハイラルの一族の娘をめとり、部族を超えて世を治めておられる諸生たるや、お見事。なんか失礼だね。しかしかくも高潔なゾナウ族があとは陛下と姉君を残して滅びゆくのみとは、まことに残念でございます。いやもう無理だろ、この人クビだよ。もうたとえ私が滅びようとこの安寧崩させはせぬ。我らの国はこれから長く続く。いや不遜だろ態度、どう考えても。こたびはご苦労であった。期待しておるぞ。いやいやガノンドロフ、絶対反逆する。はは、秘跡狙ってますね。今秘跡見てましたもんね。3人の秘跡があるから自分が負けたっていうことだから、秘跡さえ奪えばっていう感じだろうね。いや狙ってんぞあいつ。ラウル様、私はあの者の奥底に黒き野心を感じます。それにあの女、嫌な予感が。あの女っていうか知ってるだろ。奴の邪悪な本性は見えている。しかしなればこそ我が家に入れて目を光らせておきたいのだ。なるほど。案ずることはない。まあ自分のが強いってことだね今はね、秘跡があるから。ガノンドロフって言ってた時点でさ、なんでゼルダはガノンと結びつけられないんだ。いやそれガノンドロフだからダメだよって言うべきだろ。あの者の名は不吉だどころじゃないんだけどな。知らないのかガノンドロフっていう人物が。ここのゼルダはガノンは知ってるけど、厄災ガノンってのは知ってるけど、たまたま名字一緒だなぐらいの感覚なのかな。相当危機感ないぜ、だとしたら。はい、ちょっと、まあこれに関してはあれですね、時のオカリナと同じような流れだね。時のオカリナのハイラル王国が滅んだ流れと一緒だね。確か子供時代から7年後なんか取り入ってきて滅んだみたいなのと一緒ですね。地上絵が一つ終わりまして、でですね、次の地上絵なんですけど、ね、アルバムの方に残ってるんですが、それちょっと見ていきます。アルバムのですね、順番で言うと、これは一番最後だから、次がね、左から2番目のやつですね。ちょっとなんか立ってて、なんか長身のなんか人間が立っててみたいなやつ。あれがどこにあるかをちょっと見ていこう。次の場所が、この上だね。ここの上の地上絵ですね。場所としては、この辺りか。この辺り行ってもいいんだけど、行けるのかな、これ。一回プルアに報告に戻った方がいいかもしれないっすね。
まあ地上へ行ってもいいけど、ちょっとね先気になりすぎるんだよねこれ。ちなみにこれ眺望台開放しますか。眺望台開放して眺望台から地上へに飛んでいくっていうのはありかもしれないね。眺望台近いんで眺望台をまずは開放し、でその眺望台からジャンプして地上へ見に行きますか。もう一つの方がいいかな。そうですね、そうしますか。眺望台近そうなんで、まずは眺望台の方に向かっていきたいと思います。特に苦労することもしてると思うんで、祠があれば攻略したいなと思ってるんですが、そうだね、まあとりあえずカットします。はい、下方向にですね祠を検知しましたので、ここちょっと行っておきましょう。あそこです。で眺望台が辺りにありますね。まずは下から行くか。いや眺望台先開放してもいいんだけど、まあ下の祠をまずは攻略しに行きましょう。まあ、登るのはそんなにトレルーフがあるんで難しくもないと思うんで、ここを開放しておきましょう。久しぶりの祠ですね。楽しみだね。ツラカミカの祠行きたいと思います。久しぶりだね祠。あのね前回のパートでさ、雷の神殿のボスすごい強かったじゃないですか。ただダンジョンはそんなに難しくなかったんですよ。そう考えるとまあ単純に難易度の違いはあるかもしれないんですが、僕ね謎解きの方が多分得意だね。ゼルダバトルより隠され施設行きたいと思いますのような気がしますわ。なんかやっててまあなんか腕が鈍ってるのはあるかもしれないですけど、まあゼルダの伝説といえば謎解きですからね。光当てれ、これ電気当てればね動くってことだろうな。で上まで一応動かすことができれば上がれると。これトレルーフでいけないですか。いけません。無理なんだね。さすがにそこは防いでくるね。これでも電気はあれでしょ。これ 前作のブレス・オブ・ザ・ワールドやってる人からするとね、こんなの例のやつでしょ。一瞬通しただけなんだけど電気。隠されたって言ったっけこの、はい、タイトル。これはとどつけるで動くので、これ上まで行きますね。隠された鉄っていうタイトル回収がどこからもされてないので、それをちょっと注意しながら進んでいきますが、隠された鉄、まあとりあえず電気を再現させますが、おっと振り子だ。動かしてこういうことですね。 OK です。で通れるふだろうね、多分通れですね。ただ通れでいけるんだけど、あ、これいいのか。なるほどね。おう、まだあるぞ。電気でここ通電させるとここが開いて奥に行けると。こっちが宝箱か。宝箱も取っておきますか。これはね戻れ子ですね。はい、戻れ子です。 OK ですね。はい、クリアできました。ここの祠は割とブレスオブザワールドでやったような、待て結構強い盾とじゃないこれ。でも盾はね結構困ってないんだよな。エネルギー消費を抑える特性を持つと。あーもうこれ光いらないっぽいんで、バネ盾いらないかな。バネ盾いらんか。バネ盾いらないですね。 OK です、解除と。あとは電気を通せばいいんだけど、ほう、あー無理なんだ。隠された鉄の伏線がまだ回収されてないんですよ。多分それだろう。鎖が届かないんで、隠された鉄は多分あれだ、あの上のあれだ、宝箱だ。宝箱回収がついでじゃなくてメインストーリーの攻略にもなってるんですね。なるほどね。解
場で、あ、違うんだ。え、嘘、宝箱じゃないのか。あ、これ外せ、わかりました、これだ。そうですね、なるほどね。はい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 、騙されるなよと、そういうことです。ありがとうございました。レールで使われているものは取り外せってことだね。いやー、なかなか斬新な祠でしたね。はい、ということで、蝶舞台引き続き目指していきます。で、蝶舞台から地上絵もう一つ見れればいいんだけど、そうだね、もう一つ地上絵見に行きましょう。これね、だいたいセオリーとしては故障してて入れないとか、入り口がぶち壊れてて中に入れませんみたいなことが多いんですが、大丈夫でしょうか。はい、故障してますと。案の定故障しているので、多分なんだけど下から連れてこいみたいなことでしょうね。そうですね、くぬぎだ。いや、お兄さん、またあったっすね。おはようございます。実はここの帳簿台は不調で、オイラはその修理に来たっす。昇降機が壊れてて帳簿台のところまで行けないんすよ。毎回こんなんだな、これ。プルアは全く管理できてないね、このハイラル全土をね。上に金具が吊るされているの見えるっすか。もともとあっちにも足場がついて、足場2つで重さのバランスが取れてたんすよと。オッケーオッケー。あそこ、あの金属のやつを下ろしてこいってことですね。あれ。どうするかってことだけど、上にですね、あの大量に金属片みたいな取り付けられそうなものがあったので、あれを重りにして下ろしますか。うん、あれを重りとして下ろしましょう。ここの金属にこの重りを大量に取り付けてやりましょう。こんな感じですね。はい、これで1個じゃ足りないんで、これ大量に取り付けて、取り付ければいけるかなと思います。はい、いけました。OK、こいつが、はい、これで眺望台が解放できましたね。熱のせいで駆動部分のからくりが、そう、動かなくなってるっす。熱に強い対策品に取り替えて、 OKOK、治りましたね。ひんやり包み焼ききのこをもらいました、なぜか。はい、これで眺望台のジャンプからですね、地上絵がどこにあるのかを確認したいと思います。おそらくこの辺りにあると思うんで、飛んでいければいいんだけど、まあこれいつものやつですね。さあ、地上絵探していきましょう。ただね、一つ今確認できたんですけど、ここのマップね、ここだけなんですよ。だからこっちにも一応眺望台あるんですね。で、こっちの方に地上絵があるので、これもしかすると確認できない恐れあり、地上絵が。とりあえずこうして、向こう方面、向こう方面に地上絵があるが、あ、ありました、ありました。正面ですね。あそこです。多分次の地上絵はあれだと思うんで、多分ね、多分あれだと思うんで、あそこまでなんとか行ければいいけど、これ多分届かんよな。届くかな。はい、なんとか、地上絵のところまで行きたいなと思います。はい、地上絵付近まで来ることができました。で、インパがいましたので話しかけていきます。リンクか、そなたも地上絵調査しておるのだな、頼もしい限りじゃ。だっけーですか。てかもうついてんじゃん、ここ。今回もうあんたらで調査してくれよ。リンク殿ではありませんか。リンク殿、他の土地でも地上絵は見つかっておりますか。おりますよ。はい、これですね。特に話を聞く必要もなかったですね。で、あの続きですかね、さっきの。あのあとガノンがどうなったのかということです。おそらく秘跡を奪ったんじゃないかなと思うんですが、もうあれ首にすりゃいいのになぁね。
だから危険なやつだから自分の手元に置いといて悪さしないように管理をするっていうラウルの狙いだったんだけど、だいたいそれで乗っ取られるんだよね、毎回ガノンにね。確かね、神虎のアグニもそうだった気がするね。なんか司祭。さあ、その後ですね。お、戻れこう。すげえ。大丈夫？上の空だったけれど。すみません。どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。ソニア様のように時の力を使いこなせるようになれば一歩前進すると思うのですが。そうね。コツはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。自分がどこにどんな風にあったか思い出して元の場所に戻ってもらうような。ものの記憶。大丈夫、あなたならすぐ使いこなして帰る方法も見つかるわよ。でもゼルダ、悩み事はそれだけではないのでしょ。え？早く帰る方法を見つけたい。でもこの時代のためにできることも考えたい。どう？どうして？ソニアに隠し事をするのは難しいからな。まあ、これに関しては別に特殊能力でも何でもないんでしょうね。気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。でも自分の時代を大切にしていいのよ。あなたは時の力だけでなく強く神聖な浜の力も秘めている。それは元の時代を守るために使わなくては。ソニア様、無事に帰ってリンクさんも安心させてあげないとね。時の力っていうのはこのソニアの力で、浜の力っていうのは初めて聞く名前だね。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが。おお、勇者か。常に鍛錬を欠かさず、どんな絶望的な状況にも立ち向かう。そう、とても強い心の強い人なんです。うん、強い信頼を寄せているのだね。ブレワイの後ですからね。ゼルダがそこまで言う彼に私も一度会ってみたいものだよ。そうね、私もお会いしてみたいわ。まあ、ラウルは会えましたけどね。凛々しい騎士なのでしょうね。だってゼルダがここまで言うのですから。あのラウルがさ、リンクに会った時どんなリアクションだったっけ。お前がリンクかみたいな感じだったんか。このイベントの後に、後ってことは 100年後か分かんないけど数年後に会ってますもんね。あ、リンクに会えたみたいな感じだったんだろうね。なるほどね。まあ、途中言おうとしたあの浜の力っていうのはガノンとかを封じ込めたゼルダが本来持ってる力ですね。で、時の力っていうのはソニアが持ってる力ですね。で、時の力っていうものをゼルダはマスターして戻ろうとしているということですね。はい、2つ目。なんかちょっと徐々に分かってきましたね。地上絵が残すところが何箇所あるんだ。何箇所かまだありますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個あるって、今現在が、1,2,3,4,5,6,6個なんで、あと5個も地上絵があると。その間にガノンが何かやらかすんだよな。で、この辺りにも地上絵がありますので、この辺りまだマスターソードですね行ってないので、この辺も行きたいなと思っております。で、プルアに報告しに行こうってことなんですが、全然行けてないので次回パートあたりかな、いけたらなと思います。で、今回はこの辺にしておきますね。いや、なかなかいいね。地上絵の方で何か確信めいたことが分かってくるね。で、それが、このゼルダが今この暗躍している理由につながってくるのかなと。
というふうに思います。でそれを経た後に、ここですね戻りたいなと思います。でまだまだたくさんね遊べる、シナリオありますので、ぜひぜひ、最後までねお付き合いいただけたらなと思います。ということでまた次回のパートをお楽しみに。サイテマンでした。ありがとうございました。